アラブ首長国連邦。アラブ首長国連邦。アラブ首長国連邦。略称 UAE。は、西アジア、中東の国。アラビア半島のペルシア湾。アラビア語圏では、アラビア湾と呼ぶに面した地域に位置する七つの、長国からなる、連邦国家である。首都はアブダビ。東部では、オマーンと、南部及び西部では、サウジアラビアと隣接する。カタールとは国境を接していないが、 カタールとの間のサウジアラビアの一部地域の領有権をめぐる論争がある。正式名称はアラビア語で、ラテン文字転車、アルイコールイマーラートルイコールアラビーヤトルイコール、ムッタヒダ。略称はイマーラートで、これはアラビア語で主張国を意味するイマーラという単語の複数形である。公式の英語表記は、略称は国民、形容詞ともエミラチ、 日本語の表記はアラブ首長国連邦。日本語名称をアラブ首長国連合としている場合が見受けられるが、外務省ではアラブ首長国連邦としている。行政機関では略称としてアシュレンを使用することが多いが、近年では英字略である UAE の使用も見られる。また、サッカーなどスポーツ競技内では UAE を使用することが多い。 現在のアラブ首長国連邦の領域で最古の人類居住遺跡は紀元前5500年頃のものである。やがて紀元前2500年頃にはアブダビ周辺に国家が成立した。メソポタミアの史料でマガンと呼ばれるこの国はメソポタミア文明とインダス文明との海上交易の中継地点として栄えたが紀元前2100年頃に衰退した。 紀元前6世紀頃には対岸にある、現在のイランに起こったアケメネス・朝ペルシアの支配を受け、その後もペルシア文明の影響を受けていた。7世紀にイスラム帝国の支配を受けイスラム教が広がる。その後オスマン帝国の支配を受ける。16世紀、バスコダガマがインドコ路を発見し、ポルトガルが来航、オスマン帝国との戦いに勝利し、 その後150年間、ペルシア湾沿いの海岸地区を支配する。その他の地域は、オスマン帝国の直接統治を経験する。現在のアラブ首長国連邦の基礎となる首長国は17世紀から18世紀頃に、アラビア半島南部から移住してきたアラブの部族によってそれぞれ形成で、北部のラースアルイコールハイマやシャルジャを支配する、カワーシムケとアブダビアドバイを支配する、 マニアース族とに2分された。18世紀から19世紀にかけては、ペルシア湾を航行するヨーロッパ勢力の人々に対立する海上勢力、アラブ海賊と呼ばれるようになり、その本拠地、現、ラースアルイコール、ハイマとして恐れられた。彼らは同じく海上勢力として、競合関係にあったオマーン王国ならびに、その同盟者である。 イギリス東インド会社と激しく対立し、1809年にはイギリス艦船を打破して海賊団の帰還とするに至る。イギリスはインドへの航路を守るために1819年に海賊退治に乗り出し、ボンベイ艦隊により海賊艦隊を破り、打破されていたミネルバを奪回の上に焼却。1820年、イギリスはペルシア湾に面するこの地域の海上勢力、 この時、以来トルーシャル主長国となったと休戦協定を結び、トルーシャルオマーン、休戦、オマーンと呼ばれるようになる、トルーシャルコースと休戦、海岸とも。1835年までイギリスは公開防衛を続け、1835年、イギリスと主長国は永続的な公開上の休戦に関する条約を結んだ。その結果、イギリスによる 支配権がこの地域に確立されることとなった。この休戦条約により、トルーシャルコースト諸国と、との休戦も成立し、陸上の領土拡張の道を立たれたオマーン帝国は、東アフリカへの勢力拡大を行い、ザンジバルを中心に一大海上帝国を築くこととなる。一方、トルーシャルコースト諸国においては、沿岸の中継貿易と、真珠採集を中心とした、 細々とした経済が維持されていくこととなった。その後、1892年までにすべての主張国がイギリスの保護下に置かれた。1950年代中盤になると、この地域でも石油探査が始まり、ドバイとアブダビにて石油が発見された。ドバイはすぐさまその資金をもとに、クリークの春節を行い、公益国家としての基盤固めを開始した。一方、アブダビにおいては、 当時のシャフブート、ビン・スルターン、アール・ナヒアーン首長が、経済開発に消極的だったため、資金が施造されていたが、この状況に不満を持った弟のザアイド・ビンイコール、スルターン・アールイコール・ナヒアーンが、急停クーデターを起こし政権を握ると、一気に急速な開発路線を取るようになり、湾岸諸国中の有力国家へと成長した。1968年に、 イギリスがスエズ一等撤退宣言を行うと、独立しての存続が困難な小規模の主張国を中心に連邦国家結成の機運が高まった。連邦結成の中心人物はアブダビノザイドであり、当初は北のカタールやバーレーンを合わせた旧主張国からなるアラブ主張国連邦を、フェデレーション・オブ・アラブ・エミレーツ、フェイの結成を目指していたが、カタールやバーレーンは 単独独立を選び、一方アブダビとドバイは合意の締結に成功した。アブダビとドバイの合意により、残る主張国も連邦結成へと動いた。1971年に、アブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、ウンムアルイコールカイワイ員、フジャイラの各主張国が集合して連邦を建国。翌1972年。 イランとの領土問題で他主張国と関係がこじれていたラースアルイコールハイマが加入して現在の7主張国による連邦の体制を確立した。アラブ主張国連邦は7つの主張国により構成される連邦国家である。各主張国は世襲の主張による絶対君主制に基づき統治されている。現行の連邦憲法は1971年発布の 期限付き暫定憲法が1996年に高級化されたものである。連邦の最高意思決定機関は、連邦最高評議会 FSC フェデラル・シュプリーム・カウンシルで、連邦を構成する7市長国の主張で構成される。議決には、アブダビ、首都アブダビ市がある、ドバイ、最大の都市ドバイ市があるを含む5市長国の賛成が必要になる。 憲法規定によると国家元首である大統領及び首相を兼任する副大統領は FSC により選出されることとなっているが実際には大統領はアブダビ首長のナヒアン家副大統領はドバイ首長のマクトゥム家が世襲により継ぐのが慣例家ている閣僚評議会内閣総統評議員は大統領が任命する議会は一院制の連邦国民評議会で 定数は40、議員は連邦を構成する、各市長国市長が任命する。議席数は、アブダビとドバイが8議席、シャールジャとラースアルイコールハイマが6議席、アジュマーン、ウンムアルイコールカイワイン、フジャイラが4議席を持つ。連邦の最高司法機関は、連邦最高裁判所である。連邦予算は8割がアブダビ、1割がドバイ、残りの1割は、 連邦政府の税収によって賄われており、残りのご主張国の負担額はゼロである。事実上、アブダビが北部ご主張国を支援する形になっていると言える。口述のように、石油収入は油田を持つ主張国の国庫に入るため、連邦に直接石油収入が入るわけではない。国名の通り、七つの独立した主張国が連邦を組んでいる体制であるため、 各市長国の権限が大きく、連邦政府の権限は比較的小さい。外交、軍事、通貨などについては連邦政府の権限であり、また連邦全体の大まかな制度は統一されているが、資源開発、教育、経済政策、治安維持、警察、社会福祉、インフラ整備などは各市長国の権限である。そのため、アブダビでは、 石油資源開発系の省庁が大きく、ドバイでは自由貿易系の省庁が力を持っている。世界有数のソブリンウェルスファンドであるアブダビ党首長、アジアも連邦ではなくアブダビ首長国に属する。一般国民には国政に関する選挙権がないのが特徴だったが、2005年12月1日、連邦国民評議会の定数の半数に対する 国民の賛成権が認められた。しかし、その賛成権の幅は極めて限定的なもので、有権者は各市長が選出した計2000人程度に止まる、見通しである。政党は禁止されている。とはいえ、アラブ市長国連邦は、石油の富によって成り立つ、つまり、国民の労働と、その結果である税金によらずして、国家財政を成立させうる。 典型的なレンティア国家であるため、国民の政治への発言力も、発言意欲も、非常に小さい。また、連邦成立以降の急速な経済発展と、生活の向上は、主張家をはじめとする指導層の運営よろしきを得た、ものと国民の大多数は考えており、実際に、UAE 国籍を持つ国民は、ゆりかごから墓場までの手厚い政府の保護を受けている。 また主張が国民の声を直接聞く伝統的なマジュリスなどの制度も残っているため民主化を求める動きは大きくない。UAE 全住民に対する国民の割合が20%に過ぎないことも民主化に消極的な原因の一つとなっている。2011年にアラブ世界全域に広がった民主化運動。アラブの春においてもアラブ主張国連邦国内においては 民主化要求デモなどの動きは全く起きなかった。外交は湾岸協力会議諸国などの近隣諸国との関係を重視する保守恩恵路線で特に隣接するサウジアラビアとの関係を重視している。ラースアルイコールハイマー領に属するアラビア湾のアブームーサー島、大トンブ島、小トンブ島にはイラン軍が駐留している。また、 サウジアラビアとの国境問題は1974年に条約を締結し一時解決しかに思われたが2006年に再燃した。湾岸諸国の中では比較的欧米に寛容で湾岸戦争時は米軍に基地使用を認めイラク戦争でもその中流を許可した。イギリスは急創四国であり現在も関係が深いが アメリカはじめその他の欧米諸国とも関係が深まってきている。アラブ首長国連邦とインドとは季節風に乗れば非常に近いため、小ネ時代より関係が深く、現在でもアラブ首長国連邦にやってくる労働者のかなりの部分を南アジア出身者が占める。アラブ首長国連邦軍は陸軍、海軍、空軍の三軍を有する。この他に、 沿岸警備隊がある。湾岸戦争の際は、クウェート奪還に戦力を提供した。アラブ首長国連邦は、以下の7首長国から構成されている。各首長国の国名は、それぞれの首都となる都市の名前に由来しており、最大の国である、アブダビ首長国の首都のアブダビが、連邦全体の首都として機能している。ただ近年は、外国資本の流入によるドバイの急激な、 発展によって政治のアブダビ、経済のドバイと言われるようになってきている。アブダビとドバイ以外は国際社会ではあまり著名でない。アラビア半島の南東部にあり、アラビア湾とオマーン湾に面している。国土の大部分は平坦な砂漠地帯であり、南部には砂丘も見られる。東部はオマーンと接する山岳地帯であり、オアシスがある。南部は サウジアラビア領に広がるルブアルハリ砂漠の一部であり、リワなどのオアシスがある。ホルームズ海峡、海峡に望むムサンダム半島はオマーン領に近いということで、地政学上、原油輸送の戦略的立地にある。国民のほとんどは沿海地方に住む。また7市長国のうち、フジャイラを除く6国は西海岸、アラビア湾に、フジャイラは東海岸、オマーン湾に位置する。 砂漠気候 BW のため年間通じて雨はほとんど降らないが冬季に時折雷を伴って激しく降ることがある。アラビア湾に面し海岸線が長いことから気温の比較差は小さい。11から3月は冬季で平均気温も摂氏20度前後と大変過ごしやすく観光シーズンとなっている。6から9月の夏季には気温が 摂氏50度近くまで上昇し、雨が降らないにもかかわらず、海岸に近いため湿度が80%前後と、非常に高くなる。ドバイの平均気温は、摂氏23.4度、1月、摂氏42.3度、7月で、年降水量は60ミリメートル。アブダビ首長国に属し、内陸部の同国東部国境にあるアルアインと、 オマーン領のブライミは隣接したオアシスであり、国境線は複雑に入り組んでいるが、オマーンの入国管理局は、ブライミよりずっとオマーンよりに設けられており、両都市間の移動に支障はない。南部の油田地帯を含むサウジアラビアとの国境は1974年の条約によって一時確定し、これにより、アラブ首長国連邦は、アルアイン周辺のカズムラをサウジアラビアから譲り受ける。 代わりにカタールとアブダビとの間のアラビア湾に面した地域を活用してアラブ首長国連邦とカタールとは国境を接しなくなった。しかし2006年にアラブ首長国連邦政府は再び活用した地域の領有権を主張し紛争が再燃した。住民は在来のアラブ人からなるアラブ首長国連邦国籍の国民、英語でエミラティと呼ばれるは 全体の13%を占めるに過ぎない。その他は外国籍の住民であり、他のアラブ諸国から来た人々や、イラン人、南アジア系50%、インド人140万人、パキスタン人、バングラデシュ人、スリランカ人、東南アジア系、フィリピン人、欧米系、東、アジア系の人々などがいる。これらの外国籍の多くは、 石油収入によって豊かなアラブ市長国連邦に出稼ぎとしてやってきた人々である。しかし、単身が条件で家族を連れての居住は認められていない。長期在住者でも国籍取得は大変難しく、失業者は強制送還するなど、外国人へは厳格な管理体制がなされている。外国人への厳しい管理体制と裏腹に、旧来の UAE 国民とその子孫。 UAE ナショナルと呼ばれる絵は手厚い支援体制が取られている。教育は無料で所得税もなく民間に比べて高級である公務員への登用が優先的になされる。このため UAE ナショナルの労働人口のかなりの部分が公務員によって占められている。国民同士が結婚すれば国営の結婚基金から祝い金が交付され低所得者や家父などには 住宅や給付金などの保障が手厚くなされる。これは国民への利益分配の面の他に、全住民の8分の1に過ぎない、連邦国民の増加策の面もある。しかし政府はあくまでも現在の UAE 国民と、その子孫の増加を望んでいるため、UAE 国民以外の国籍取得は大変難しい。一般の長期在住者が UAE の国籍を取得する資格を得るには、 30年以上の継続した国内在住を要する。アラブ系国家出身であれば条件は緩和され、7年の継続居住で国籍取得申請ができ、兄弟国とも言えるカタール、バーレーン、オマーン出身者であれば3年の継続居住で国籍取得申請は可能である。また、帰化しても市民権にはいくつかの制約が設けられる。例えば、カタール、バーレーン、 オマーン出身者を除く帰化市民には選挙権は与えられない。また、近年では若年層人口の増加により公務員の仕事を全ての希望する国民に割り振ることができなくなる可能性が指摘されており政府は外国人によって占められている職場に自国民雇用儀を導入し労働力の自国民化を目指している。しかし、厳しい競争にさらされてきた 外国人に比べて、これまで保護されてきた UAE ナショナルは高級だが能力に劣ることが多く、また国民も厳しい仕事を嫌って幸福主を頼り無職のままでいることも多い。言語はアラビア語が公用語である。日常会話は湾岸方言となる。ただし、イギリスの植民地であったことと外国人労働者が大半を占めるために、 共通語として、英語もよく用いられるほか、ペルシャ語、ヒンディー語、ウルドゥー語、マラヤーラム語やタガログ語なども広く使われている。イスラム教を国教とする。しかし、他の湾岸諸国と違って、戒律規制は有利。い。外国人労働者によって、ヒンドゥー教、キリスト教、仏教なども信仰されている。2015年の GDP は、 約3,391億ドルであり、九州よりやや小さい経済規模である。一人当たり GDP は35,392ドルである。2016年の GDP は約3,487億ドルであり、大阪府よりやや大きい経済規模である。同年の一人当たり国民総所得、GNI は44,80ドルで、ベルギーに次ぐ、 世界第19位となっている。かつては沿岸部の真珠採集とドバイやシャールジャなどで行われていたわずかな中継貿易、それに北部諸市彫刻で行われた切手の発行、コレクター向けに発行されたもので、郵便には使用可能であったが、本来の郵便目的で発行されたものではなく、土壕国切手と称されるがわずかな収入源であった。 その真珠採集も1920年代の日本の養殖真珠の成功により衰退し、ますます経済活動が縮小していたが、1960年代後半にアブダビでの石油産出が本格化して、以降、経済構造が一変した。GDP の約40%が石油と天然ガスで占められ、日本がその最大の輸出先である。原油確認埋蔵量は、 世界5位の約980億バレル。天然ガスの確認埋蔵量は6兆600億メートルで世界の3.5%を占める。一人当たりの国民所得は世界のトップクラスである。原油のほとんどはアブダビ首長国で採掘され、ドバイやシャールジャでの採掘量はわずかである。アブダビは石油の富を蓄積しており、石油を産しない国内の他首長国への支援も、 積極的に行っている。石油は圧倒的に主力であるアブダビ経済に対しドバイの経済の主力は貿易と工業、金融である。石油をほとんど産出しないドバイはビジネス環境や都市インフラを整備することで経済成長の礎へ築いた。1983年にジュベルアリコーが建設され、1985年にはその地域にジュベル、 アリフリーゾーンが設立された。ジャベリアリフリーゾーンには外国企業への優遇制度があり、近年日本や欧米企業の進出が急増して物流拠点となっている。オイルショック後、オイルマネーによって潤うようになった周辺アラブ諸国であるが、それら諸国には適当な投資先がなく、自国に距離的にも文化的にも近く積極的な開発の行われているドバイに 余剰資金が流入したのが、ドバイの爆発的発展の原動力となった。それ以外に、アルミや繊維の輸出も好調である。アルミ工場は、石油や電力の優遇措置を受けているため極めて安価な、コストでの生産が可能であり、主力輸出品の一つとなっている。また、貿易、特に、インドイラクイランに向けての中継貿易の拠点となっている。数値的には、 アラブ首長国連邦の石油依存度は低いように見えるが連邦の非工業部門の中心であるドバイの商業開発や産業はアブダビア周辺諸国のオイルマネーが流れ込んだ結果でありアルミ部門のように原料面などでの支援を受けているものも多く石油なしで現在の状況を維持しきれるとは必ずしも言えない本質的には未だ石油はこの国の経済の重要な 部分を占めている。なお近年はドバイのみならず国内全体において産業の多角化を進め石油などの天然資源の掘削に対する経済依存度を低め東南アジアにおける香港やシンガポールのような中東における金融流通観光の一大拠点となることを目標にしている。また特にドバイにおいて近年は観光客を呼び寄せるためのリゾート施設の開発に 力を入れており、世界一高いホテルである、ブルジュ、アルアラブの建設、パームアイランドと呼ばれる人工東軍、2010年に完成した、世界一高い建造物である、ブルジュ、ハリーファなど、近年急速に開発が進んでおり、中東からだけでなく世界中から、観光客を引き寄せることに成功している。この成功を見た、アブダビやシャールジャなど多種長国も観光に力を、 入れ始め、豪華なリゾートホテルや観光施設の建設が相次いでいる。また、食料を安保のために農業にも多大な投資を行っている。レーツなどを栽培する在来のオアシス農業のほかに、海水を淡水化して大規模な灌漑農業を行っており、野菜類の自給率は80%に達している。ドバイやアブダビ、シャールジャなどが古くから中東における。 交通の要衝として発達しており、この3都市は第二次世界大戦後の航空網の発達に合わせてその地位を高いものとしている。ドバイ国際空港は中東のハブ空港としての地位にある。また近代的な高速道路がこれらの都市間を結んでいる。ほか、海運も盛んに行われている。ドバイでは2009年9月に日本企業による地下鉄である。 ドバイメトロが開通した。アラブ諸国の中では、寛容な文化政策をとっており、特にドバイなどでは、各所のショッピングモールなどで各国のポップカルチャーや食文化を楽しむことができる。一方で、国民が圧倒的に少数という現状から、政府は伝統的な文化の保存、保護や国民意識の形成に力を入れている。教育制度は小学校6年。 中学校3年、高校3年、大学4年の6.33.4世である。識字率は 90%2007 年。義務教育は小学校6年間と中学校3年間のみであるが、ほとんどの生徒は高校へと進学する。近年では、大学進学率も上昇を続けている。大学は百七十七年に国内初の大学として UAE 大学が アルアインに創立され、以後国立大学数校が設立された。また、私立大学も多く設立され、欧米の大学の UAE 移行も多数、進出してきている。欧米への留学生も多い。連邦政府は、教育を最重要項目として、重点的に予算を配分しており、連邦予算の25%が、教育予算によって占められている。 国公立学校においては小中高から大学まで授業料は全て無料であり設備充実している。一方、私立学校も多数設立されている。イスラム教国家であるため、小学校から大学に至るまで全てが男女別学であるが、幼稚園のみは男女教学となっている。宗教はイスラム教が国教であるが、外国人を中心に、 キリスト教やヒンドゥー教なども信仰されている。信教の自由は認められ、イスラム教以外の宗教を信仰することも、宗教施設を建設することも能である。一方、イスラム教の戒律に関しては、最も自由で、開放的なドバイ主張国から、最も経験で厳格なシャールジャ主張国に至るまで、各主張国によって態度に違いがある。例えば、ドバイでは、女性は、 アバーヤなどを傷ともよく、肌を露出させた服装を着るのも自由であり、種類の販売も可能である。一方、アブダビはやや保守的であり、シャールジャでは服装にも厳格で、種類販売は原則的に禁止されている。アラブ首長国連邦で最も人気のあるスポーツはサッカーであり、国内リーグとして12チームからなる UAE リーグがある。また、 サッカーアラブ首長国連邦代表は1990年に FIFA フフワールドカップへ出場歴があり、現在でもアジア内では強豪として知られる。サッカー AFC アジアカップも1996年大会を開催したことがあり、2019年大会の開催国にもなっている。また、競馬はドバイ首長家であるマクテュー向が特に力を入れており、 ドバイの名団競馬場で3月下旬に開催されるドバイワールドカップは一着賞金が世界最高金額の競馬競争として知らる。伝統的な競技としてラクダのレースも人気がある。競技ではないが高狩りも伝統的に人気のあるスポーツである。2005年にはドバイのショッピングモール内に屋内スキー場スキードバがオープンし、この国でもスキーを楽しむことが可能になった。 ドバイにはメディアのフリーゾーンであるドバイメディアシティ DMC が建設されており衛星テレビ局あるアラビーアナ本部や BBC や CNN の主局などが開設されて報道の位置中心となっている。また在来のドバイテレビやアブダビテレビもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。